こんにちは、魔女のまじみちゃんだよ。2021年の F1 開幕戦のフリー走行から絶好調だった角田裕毅。その後の予選では失敗したものの、決勝では見事に9位入賞を果たし、世界的な角田フィーバーを巻き起こしました。しかし第2戦のエミリア・ロマーニャグランプリでは、 F1 マシンで初の雨を経験し、ミスによりノーポイントでレースを終えました。このように新人ドライバーは多くのミスから学んでいく必要がありますが、結果の求められる F1 の世界ではいつまでもミスを繰り返すわけにはいきません。では今後の F1 を担う次世代の筆頭ともいえるドライバーたちのデビューイヤーはどうだったのでしょうか。今回はこれから角田裕毅が戦い続けるであろう先輩ドライバーたちのデビューイヤーの序盤戦を見ていきましょう。シャルル・ルクレール。2018年にザウバーからデビューしたルクレールの開幕戦は予選18番手で決勝を13位で完走しています。続く第2戦のバーレーングランプリではチームメイトのエリクソンは9位入賞を果たしましたが、ルクレールは予選19番手、決勝は14位完走でレースを終えていました。第3戦の予選では19番手ながら初めてチームメイトのエリクソンに勝つことができましたが、2台揃って最後尾という苦しいチーム事情がうかがえていました。決勝でも完走は果たしたものの、完走19台中最下位となる19位でレースを終えていました。ルクレールは GP3 と F2 を参戦初年度で制したとんでもないドライバーで、 F1 での活躍が期待されていましたが、序盤の参戦を見ると全くと言っていいほど活躍できていませんでした。しかし第4戦のアゼルバイジャングランプリの予選では自己ベストとなる14番手を獲得、決勝では見事に6位入賞を果たしています。この時のザウバーのマシンの戦闘力を考えれば、この6位という順位は優勝に匹敵するようなものかもしれないのです。マシンに慣れてきたルクレールの快進撃はここから続いていき、最終的に21戦中10回の入賞を果たし、チームメイトのエリクソンのシーズン9ポイントを大きく上回る39ポイントを獲得したのです。ピエール・ガスリー。2017年の第15戦マレーシアグランプリから急遽トロロッソから F1 デビューを果たしたガスリーは、マシンに慣れる時間がなかったと言えるかもしれません。しかしデビュー戦の予選ではレギュラードライバーのサインツとほぼ変わらないタイムを叩き出し、サインツのすぐ後ろの15番手を獲得しました。決勝は予選と同じような位置の14位でレースを終えています。続く日本グランプリでは予選17番手、決勝13位、メキシコグランプリの予選はノータイムで最下位となり、決勝はトップから周回遅れの13位で終えていました。続くブラジルグランプリは予選17番手、決勝12位、最終戦のアブダビグランプリは予選17番手決勝16位と思うような成績を残せなかったと言えるでしょう。しかしフル参戦を果たした翌2019年の第2戦のバーレーングランプリでは予選6番手決勝4位を獲得し、頭角を現し始めました。この年は最終的に29ポイントを獲得し、4ポイントのチームメイトのハートレイを圧倒したのです。ランド・ノリス。2019年に F1 フル参戦デビューを果たしたマクラーレンの育成ドライバーのノリスは、開幕戦でいきなりチームメイトのサインツを破り、予選8番手を獲得し話題となりました。しかし決勝は12位で終え、デビュー戦でのポイント獲得はできませんでした。続く第2戦は予選10番手、決勝ではいきなり6位を獲得し、デビュー2戦目で早くも初入賞を記録したのです。第3戦の中国グランプリは予選15番手、決勝はトラブルにより18位でレースを終えています。第4戦のアゼルバイジャングランプリでは自身最高位となる予選7番手を獲得し、決勝でも見事に8位入賞を果たしています。最終的に21戦中11回の入賞を果たし、
計49ポイント獲得し、その実力を存分に発揮したのです。ジョージ・ラッセル GP3 F2 をわずか1年で制したダイヤの原石ともいえるラッセルは、2019年にウィリアムズから F1 デビューを果たしました。開幕戦の予選はチームメイトのクビサを上回る19番手で、決勝は16位で完走しましたが、トップから2周遅れという屈辱的な位置でレースを終えていました。第2戦の予選もクビサの前の19番手で、決勝も16台完走の中でクビサの前の15位で終えています。第3戦の予選は他チームの2台がアタックできなかったため17位となりましたが、後ろにはチームメイトのクビサしかいないという状況でした。決勝でも完走17台のうちクビサの前の16位でレースを終えています。このように2019年のウィリアムズはとにかく遅いマシンで、ラッセルのライバルはチームメイトのクビサという苦しいシーズンを過ごしました。しかしラッセルに対する関係者の評価は非常に高く、マシンさえ良ければタイトル争いにすぐにでも加わるだろうという声もあるほどです。ラッセルはそのウィリアムズで今年3年目を迎えましたが、未だに1ポイントも獲得できていません。この状況で戦わなくてはならないというラッセルのメンタル面が気になりますが、腐らず頑張ってほしいものです。ランス・ストロール F1 界で最もお金持ちの家に生まれたとも言えるのがランス・ストロールです。ストロールは2016年に激戦の FIA F3 を制しており、実力を兼ね備えたお金持ちのドライバーなのです。ストロールは2017年にウィリアムズからデビューを果たし、そのチームメイトは百戦錬磨のフェリペ・マッサでした。ストロールのデビュー戦は予選19番手、決勝はトラブルによりリタイアで終えています。第2戦の予選では見事に Q3 に進出し10番手を獲得するも、決勝では1周目に他車と接触しリタイア。第3戦は予選12番手、決勝ではまたしても他車と接触しリタイアしてしまいました。この年のウィリアムズは非常に早かったものの、ストロールはその後も入賞することができず、初入賞は第7戦のカナダグランプリでした。そして第8戦のアゼルバイジャングランプリでは予選でマッサを上回る8番手を獲得し、決勝では見事に3位表彰台を獲得してみせたのです。この年のストロールの獲得ポイントは40でしたが、チームメイトのマッサの43に限りなく近い位置でシーズンを終え、その実力を証明してみせたのです。今年からの F1 は開幕前テストの日数を大幅に減らしたため、ドライバー1人当たり1日半しか時間が与えられません。この影響は序盤戦での新人移籍組の不振にもつながっていると思います。F1 は今年からスプリントレースを導入することとなり、それに要する費用は予算制限の限度額を上げたりするそうです。個人的にチームの序列が変わらない中でのスプリントレースよりも、各チームドライバーの成熟度を上げるためのテストの増加が良いと思ってしまいます。特に新人ドライバーに対してはマシンの限界を自分自身で感じる必要があり、それが結果的に安全面にもつながるのではないでしょうか。ぶっつけ本番でマシンの限界も知らない状態でレースをさせるというのはどうなのでしょうか。皆さんはこの問題についてどう思いますか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。